承知しました。頑張ります。行ってきます。結果でお返しを。よいな。我らに与えられた命令はこの鉱山を封鎖することだ。命に代えても奴らを生きて返すな。鉱山もろとも爆裂岩で吹き飛ばしてやれ。爆裂岩を使われてはひとたまりもない。敵は決死の覚悟で来る。侮るなよ。参ります。忍びます。さてと。どこへ飛びましょうか。食い止めてみせる。やったろうじゃない。こっからこっから。助かりました。他の者も続け。爆裂岩を使って鉱山を封鎖するんだ。まずい。早くあの爆裂岩を止めるんだ。さあ行こう。手応えあり。情けは禁物です。
こに行こうかな。見てろよ。僕の魔法で。戦いか。そこまで行けば。冷静に行きましょう。この木を生かしてください。よし、捕まえて。どこから攻めるか。制してみせましょう。私に任せときな。始めましょうか。情けは禁物です。行くぞ。
私のできることを。これで傷を。ありがとうございます。いざ。これならどうだろう。終わらせましょう。耐えられるか。手応えを感じます。負けられない。止めます。これでどうだ。やったろうじゃない。死にと痛いよ。始めましょうか。はあ、くらいなさい。参ります。情けは禁物です。終わりです。やはりそう。僕もやったぜ。しんちゃん見てるか。バカな。しんちゃん見てろよ。冷静に行きましょう。支えなければ。うう、よかった。頑張ります。行くぞ。しかないか。使うぞ。終わらせましょう。忍びます。行くよ。
めます。これでどうだ。ライタ、私に任せときな。行くぞ。勝利への糸口は。一気に移動します。どうしようかしら。私を追える。回復はお任せを。この木を生かしてください。ありがたい。いざ。行きます。さあ、行こう。今こそ。行くよ。ライタ、やったろうじゃない。やってやる。最善の手を。さてと。さようなら。国のため、故郷で待つ家族のためだ。この任務、必ず成功させなければ。増援か。みんな、気を緩めるな。
回復はお任せを。これで傷を。はあ、よかった。参ります。頑張ります。ウォルホートの名にかけて。頑張ります。やったろうじゃない。来ます。終わらせましょう。影の潜む。僕の番だな。情けは禁物です。この手で行きましょう。行くわね。私を終える。行きますか。これで傷を。助けられたわね。落ち着いて考えよう。勝ってくれよ。どこから攻めるか。天より狙い撃つ。さーて行こうかい。行きます。
見てろよ。最善の手を。息をつかねば。ウォルホート家の未来のために。不可か。行くわね。私を終える。ああ、たまらない。ありがとう。見え見えよ。冷静に行きましょう。ウォルホートの名にかけて。使うんだ。これなら落ち着いて考えよう。てくれよ。成長を実感します。耐えられるか。押し切れそうです。制してみせましょう。見せる。さーて行こうかい。じゃあ見てろよ。行きますか。支えなければ。感謝です。情けは禁物です。ここです。やったな。
始めましょうか。かく乱するわ。蝶のように。残念でした。やらせてもらう。慎重に。使うぞ。ご命令を。君は満たすか。落ち着いて考えよう。恨まないでくださいよ。こっちの出番だね。止めます。とどめ！誇りを胸に。オールフォートめ、手ごわい。ここを封鎖せねば。我々に帰る場所はないぞ。また新手だ。みんな爆裂眼を使われる前に排除しろ。やってやる。ビビんなよ。終わらせましょう。止めます。冷静に行きましょう。支えなければ。感謝いたします。負けられない。私の番だね。情けは禁物です。どうしようかしら。かく乱するわ。蝶のように。残念でした。さーて行こうかい。こっからこっから。感謝いたします。頑張ります。どこへ飛びましょうか。狙いを定めて。もう一撃。会心の出来だ。
仕事の時間です。負けよ。捕まえ。やってやる。私の番だね。どこから攻めるか。勝利への糸口は。この手で行きましょう。行きますか。しようかしら。かく乱するわ。毒前、残念でした。ガラ空きだ。やったろうじゃない。止めます。いざ。恨まないでくださいよ。行きます。押し切れそうです。お助けします。満たすか。さあ、お助けします。さあ、やったな。僕の番だな。よかった。いっくよ。いっけー。負けられない。終わりだ。そーら、残念でした。みんなを導くために。
最善の手を。焦りは禁物。助かる。行きますか。回復します。すまない。こっちの出番だね。仕留めます。これでどうだ。行くわね。はあ、参ります。いざ。私の番だね。やってやる。さあ行こう。天より狙い撃つ。参ります。捕まえてみる。さーて行こうかい。情けは禁物です。こうしましょうか。ありがたい。回復はお任せを。狙いを定めて。行くわね。撹乱するわ。私の番だね。いざ。行くぞ。まだ終わりじゃない。ありがとう。どこから攻めるか。
今こそ。こっちの出番だね。回復はお任せを。傷を癒して。恐れ入ります。勝利への糸口は。どこへ飛びましょうか。食い止めてみせる。させるか。どうしようかしら。よく前へ。よし、エスフロスト兵は全て排除した。これで新鉱山は取り戻した。しかし、なぜそこまでエスフロストは必死に。危ないところだった。まさか自分たちごと行動を爆破しようとするとは。今のエスフロスト兵たちの行動は異常です。自爆などすれば守るべき拠点すら壊れてしまう。こんな作戦はありえません。ありえないことをエスフロストは行った。そうまでして渡したくないものがあるのだろう。この行動の奥に。奥に行ってみよう。これは鉄鉱石じゃない。この薄紅色の塊は塩だ。いや、塩でできた岩。岩塩だ。ノゼリアの地の底には岩と化した塩が眠っている。母様が書き残したローゼル族の伝承は本当だった。ノゼリア新鉱山は岩塩の鉱脈、岩塩鉱床だったのか。これでエスプロストがハイサンドと断交できた説明もつく。ええ、掘り出した岩塩があればハイサンドから塩を得なくても戦えるものね。でもグスタドルフはいつこの事実を知ったのでしょうか。新鉱山の責任者はドラガン殿だった。しかしドラガン殿は突然エスプロスト兵に襲撃され暗殺されてしまった。グスタドルフはそれをグリンブルクの仕業として信仰し、新鉱山を手に入れた。これらを考え合わせれば、おそらく岩塩を発見したのはドラガン殿。しかしグスタドルフとドラガン殿の間で岩塩の扱いをめぐって対立があったのでしょう。だからグスタドルフは岩塩を我が物にするためにドラガンを殺し、グリンブルクごと鉱山を制圧した。そういうことか。この鉱山を奪い返したのは正解でしたな。すでにかなりの量の岩塩をエスフロスト本国に運び出したようですが、それもいずれは尽きる。ああ、ここさえ守り抜けばエスフロストを確実に屈服させることができるだろう。しかしエスフロストが別の岩塩鉱床を発掘する可能性もあるのでは。ローゼル族の伝承によればその可能性は否定できません。しかしノゼリア新鉱山は3つの国が協力してようやく開けたのです。岩塩が同じような場所にあるならエスフロストだけでは簡単に採掘はできないでしょう。ならば奴らが新たな岩塩を見つける前に攻め込んで叩くまでだ。
ことはエスフロストだけの問題ではありません。岩塩の存在はハイサンドの根幹をも揺るがします。ええ、ハイサンドの力の源である塩湖と女神の権威、その二つが崩れるでしょうね。ローゼル族の伝承が真実だということも証明できます。真実を明らかにすれば塩湖のローゼル族を解放することだって。つまり我々はノゼリアの未来を左右する力を手に入れたということだな。これからどうするべきか慎重に話し合う必要があります。そうだな、一旦オートに戻ろう。ヒュエット、オートに伝令を出し、この周囲に王国軍を配置させろ。誰一人新鉱山に近づけさせるな。はい。じいさんが探していたのはこれだったのね。新鉱山の封鎖作戦は失敗したか。オルフォート家が邪魔をしたようです。すでにグリンブルク軍が鉱山周辺を固めています。奪還は難しいかと。岩塩に気づかれたウォルフォートめ、余計なこと。分かった、我が軍の集結を急がせろ。はっ。ようやく召喚に応じたか、スバロウ。密かに大金法を作っていたことは言い訳しない。好きに処罰するがいい。できるものならば。ずいぶん強気だな。ノゼリア新鉱山からの積み荷を見たぞ。岩塩に気づいたか。ハケ、グスタドル、お前は何を企んでいる。手に入れた岩塩を使ってハイサンドを倒す。わずかな塩による支配を終わらせ、全ての民が自由に暮らせるノゼリアを作るのだ。貴様の言う自由とは、強き者が弱き者を喰らう世ではないのか。否定はしない。だが少なくとも得体の知れぬ女神に支配されて生きるよりは人間らしいだろう。人には己が力を試し戦う自由がある。お自由が私に対しているようだ。岩塩の存在をいつ知った。可能性は随分前から大書院の古い記録を読んだ。太古の知識も捨てたものではない。ドラガンも大書院で学んで爆裂岩を完成させたのだ。ドラガンを殺したのはお前だな。言いがかりはやめてもらう。言いがかりなものか。ノゼリア新鉱山を指揮していたのはドラガンだ。先に岩塩に気づいたのはドラガンのはず。貴様はそれを我が物にするためにドラガンを襲い殺したのだ。のみならずその死を利用してグリンブルクを攻めた。違うか。たくましい想像力だが間違っている。叔父上、あなたの息子は実に野心家だった。どういう意味だ。認めよう、確かに岩塩を発見したのはドラガンだ。だがそれを私に伝えたのは他でもないドラガン自身なのだ。
岩塩を渡す代わりに自分をエスフロストの宰相にしろと。それだけではない。あの男は同時にグリンブルクとも交渉していた。大臣の座を用意すれば岩塩を渡すとな。ドラガンは母国と敵国を天秤にかけていたのだ。何を言う、冒涜は許さんぞ。ドラガンの野心の強さは貴様が一番知っているはずだ。おじゅう、今は身内で争っている場合ではない。岩塩の存在はグリンブルクに知られた。アイサンドが気づくのも時間の問題だろう。奴らの動きに対抗せねばならん。わしにどうしろと。大金砲の仕上げに手間取っている。あれを完成させてもらいたい。さすれば最小の地位を与えよう。亡き息子の望みを叔父上が叶えるのだ。わかった。急げ、間もなく戦争が始まる。生き残った者がノゼリアの覇者となる最後の戦争だ。